今日はクリスマスリースを作ります。以前こういうリースを作ったことがあるんですけど、これ全部100円ショップとかで買った造花で作っていて、いつかは本物のグリーンでリースを作ってみたいなというのがあったので、今回は本物のグリーンを使ってリース作りにチャレンジします。用意したのはこちらです。木の枝の土台にいろんなグリーンに、あとちょっと木の実とかも用意してみました。道具は針金とハサミ、こちらで作ります。初めて作るので、お花屋さんにどういう風に作ったらいいですかって聞いてきたんですが、こうざっくり言うとこんな感じでこう巻きつけて作っていくんですって。こうやって大まかに、ポイントがこの木の土台にこう毛の流れじゃないや、葉っぱの流れをこう均一に同じ方向にすると綺麗にできるんだそうです。やっていこう。まずは針金です。針金を土台ですよね、なんかギュッと土台をギュッとスタート地点を決めます。杉というあの葉っぱをベースにしていくんですけど、こう色味がかったものだとか、あとこれちょっとおしゃれなグリーンも一緒に入れていきます。これも可愛いね。あの花の名前や実の名前は聞くのを忘れてきました。土台はこんな感じでできました。次は木の実、こういうのを入れていきます。どうやって入れよう。できました。クリスマスリース完成です。なかなかダイナミックな仕上がりになりました。いろんな木の実をつけてみたり、あとはクリスマスなのでちょっとゴールドのリボンもあしらってみました。今回は本物のグリーンを使ったので、とにかく香りがいいんですよね。いや、初めてだったので少し時間はかかったんですが、すごく楽しかったです。いいですね。初めてにしては上出来なんじゃないでしょうか。